はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バンプロサクセススペシャル、バンプ高校、今回はバンプアヘダを、やっていきたいと思います。で、デッキの方なんですけれども、こんな感じで組んでみました。上が前イベですね。で、下が後イベになります。で、 SR プラゴのトシ君をお借りしてますと。で、この中でいくと、カマカリとね、サイガが、金徳1級入魂で、金徳かぶりをね、しちゃってるんですけれども、まあ、ただね、打撃キャラで組むときに、この2人は両方とも強いキャラになりますので、まあ、2人とも連れていこうかなと思って入れてます。で、新島ちゃんは選手兼彼女キャラになりますので、まあ、彼女にして、で、まあ、吸血のね、メーターを、まあ、デートとかで調整したりすることがあるので、まあ、そのために、使っていきましょうというところですね。じゃあ一応新島ちゃんの評価を優先的に上げていきたいんですけど、コツはトシ君か。そもそも新島ちゃんいねえしじゃあトシ君からコツをもらいましょうか。まあね、バンプアヘだね、ちょっとどういう形になるのかなかなかね想像ができなくて、まあ、どう進めていくのかっていうのも、いまいち全然手探りなんで、敏捷ポイントがね全然稼げないと思うんですよ。まあ、刺激をしてずっと打撃練習をしてると絶対これ技術余りになるんで、まあ、他のポイントをねいかに効率よく稼ぎ出していくかっていうところが、肝になると思います。で、新島ちゃんはね、これ評価をね上げきるのが結構大変なんで、魅了が来たら、まあ、早い段階でね魅了を打つっていうのもありだとは思うんですけど、6% か、魅了になりそうだね。やろう。ならなかった。新島ちゃんは選手兼彼女キャラなんで、普通の彼女キャラより、告白イベントを起こすための評価が高いんですよね。多分ね、タックを起こさないと、起こさないとっていうか、タックと同じ評価ポイントにならないと、告白イベントは起きないと思います。なんで、これでいくと星4つですね。サイガのコツか、取りたいね。吸収、でブラッドゲージはどうかな。無理に金徳を狙いに行くわけじゃなくて、あ、もうここいいなって思ったら使っていこうかな。無理だね、これは寝るか。トシ君の指導、これはねやる気をねちょっと下げられちゃうんですよね。1回目はえーっと新島ちゃん、そもそも自己紹介か。ま、評価が上がってくれるのでそれはわりかしいいかな。サイガ、筋力が足りないから広角打法は取れないよね。強奪、固め打ちで、トシ君の通常イベント抜戦にて、これ副イベになってるんですけど、キャッチャーの場合が2回目まで進んで、普通の野手の場合は1回目で、切れます。で、サイガさすがだな、早いね表手は。ただこれはちょっと新島ちゃんでいこう。新島ちゃんの評価をまずは星4まで上げる。で、光ってるね。ただ吸血をしていきましょう。これはここかな。いや、こっちかここだね。筋力ポイントこっちの方が高いけど、うん、まあ敏捷ももらえるしね。ここでいこう。まあ、せめてね強化がうまくはまってくれればそれなりにポイントは稼げ出せると思うんですけど、不安か不眠症かマジか。彼女キャラがっていうか、ラブパワーが発動しないからな。とりあえずまずは新島ちゃん強化を上げきって、
それで直しに行くか、病院に。どう、新島ちゃんの評価まだだよね。これはちょっとお出かけするか。吸収を待ってる、あれはちょっと博打だよな。まあ、吸収でね、こういうマイナス、うおー治らない、マジですか。で、カマカリの金徳ですね、これは体力を奪われるんで、寝る寝るもね、わりかしきついと思うんだよね。いや、寝よう、ダメだ。で、トシ君の金徳2回目ですね。一応これ失敗成功があって、まあ成功率はねかなり高いと思います。無理くりちょっと練習に行くか。刺激、新島ちゃんの評価マジで上がらん。もう11月になるしね、厳しいな本当に。眠れない。新島ちゃんまだか。 5% やろう、魅了。どうするこれそろそろ上がってると思うんだけど。ただ魅了しないとダメか、一回病院に行くっていうのは。新島ちゃんまだか、魅了しよう。これはしょうがない。告白、君じゃない これはとりあえず蚊取り線香にして、まあ、ミサちゃんのね評価は下がるんですけど、意外性をねコツ1でもらえるんですよ。なんで新島ちゃんがね意外性のコツを持ってるんで、吸収か。今これさ、この状態でさ吸収してさ、吸血がそもそもできねえし一回も練習してないと吸収できないんだ。じゃもう寝るしかねえわ、もう寝て直そう。おー治ったけど、治ったけどどうなの、進みとしてはちょっと微妙だよね。カマカリの2回目ですね。いやカマカリじゃなくてさ、新島ちゃんが来ていただきたいんだけど、新島ちゃんと雑賀が光ってますね。神宮寺がまだか、まあ、新島ちゃんはねちょっとタックのパーセンテージが低いんで。あ固め打ち、危ない危ない。ノックじゃない、これは通常イベントですね、佐久間くんの。でカマカリか、一応カマカリが終わったけど、新島ちゃんよ、新島ちゃん、新島ちゃんマジで何やってるのっていう。メンタルでちょっと評価を上げとく、ここは別に固める必要ないからね。吸収、で回復して、あー来た来た来た、間に合った間に合った。恋人になると。いいよなこの流れで。佐久間くんと神宮寺が乗ってないのか、そうだよな新島ちゃんにかまってたからな。刺激、これはクリスマスも挟むんで、自分で試すってなると体力をね削られるんですよね。誰か来てくれればちょっと刺激使っちゃおう誰もいない誰もいない。メンタルで神宮寺の評価を上げるか。吸収、ここの吸収は微妙だぞ。ダメか、これでねアーティストのねコツがもらえるっていうのがね流れ的によくわからんっていう。バンプはねやっぱりこの吸血がねうまくはまらないといけないっていうところが
なかなか難しいですよね。ちょっとタックは組める、新島ちゃん。てか技術すっげえな、これ。ちょっと待って。これアベレージヒッターさ、直取りでよくないか。アベレージヒッター直取りしよう。パワーヒッターはさすがに取っておこう。流し打ちもさ、これ直取りでよくないか。で、粘り打ちも取って、で、意外性も1で取るでしょ。トシ君がね、初級骨をくれるんで、まあ、初級は置いておきましょう。チャンスメーカーはさすがに重いよな。まあ、こんなもんか。で、新島ちゃん、他評価が上がってなければ評価を上げたい。佐久間くんか。でもな、体力満タンだしな。刺激か。ここで3人4人とかね、来ればね、2ターンとかでも刺激してっていいと思うんですけど、まあとはここで回復ができればめちゃくちゃ嬉しいけど、ここから挽回していこう。ここから小吉か。体力が回復した、やった。ダメだ、いない。神宮寺頼む。君の評価を上げつつタッグへ持ってこう。神宮寺だけか。3回練習できるかな、これ。せめて誰か寄ってきてくれ。これは体力を削られる。3回練習できないな。来た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 。才賀は大丈夫だね。刺激何人来るかだな。ドリンクをね、持ってきてるんですよ、ドリンクを。こういうの、いや、これもつくと、2つつくのはね、ほんときついよ。で、野球で持ってろ。これが金徳ですね。いつかきっと。一応、そうか、チームメイト評価が上がるんですけど、チームメイト評価はもう大丈夫だったか。何人いる ?3 人いるか。3人いるけど、新島ちゃんか。新島ちゃんの3人か。吸血何ターン?2ターン。2ターンか。サボり癖なんだよね、そういえば。そういえば。サボり癖。26% か。いや、サボり癖はちょっと嫌だな。ナムソ病院で。いや、はまらないね。次が1回練習して、これはもう分からんか、適当にやっとこう。これそうか、刺激のやつか。2月の1週だから練習1回やってバレンタインが来て、でうまくいけばタックが連発できるね。新島ちゃん1人か。サイガコツをもらおう。未了になってしまった。よし、これでサイガもコツは全部回収しましたね。で、1級入魂もゲットと。で、新島ちゃんからバレンタインをもらって、これさ、虫歯になるよね。新島ちゃんって確か。うん、危ない危ない、マジで危ない。これで属性が変わってくれればいいんだけど、ダブルできてるな。コツは新島ちゃんか。新島ちゃんのコツもな、欲しいっちゃ欲しいんだよな。うーん、でもこっちだな。ダブルなんで魅了か。こういう時に魅了とかね。バットコントロールを身につけろ。やっぱり野球が好き。まあ、体力を回復させるっていうのはありだけど、
走塁練習して敏捷稼ぎましょう。敏捷ポイントね、タックが来てて1人か、まあ、佐久間くんか、吸血するか、これこそな本当いいわ。とりあえず監督を吸血しとくか。これあれかな、練習試合出してくれっかな監督評価そんなに高くなかったよね。代打伝説のさよなら男、よっしゃ、危ない危ない。ブラッドタックが組めるんで、体力を回復しつつブラッドタックを組みましょう。また技術が溜まってきたね。ちょっと技術を消化していくか。これもね、なるべくね最初の方に来てほしいんですよね。まずはちょっと弾道は上げておいて、あー精神が足りなそう、精神が追いついてないわ、マジか。トシ君、トシ君でいいよね別に。吸収、初球いいね。初球はもう掴んじゃうか。でまあこれは無理だからちょっとで押しましょう。やっぱりねアヘはね、まあアヘ編もアヘダもそうなんですけれども、やっぱね4人やりたいよね、4人タッグを。まあこれでちょっと回復して、バットコントロール、これはどうなのダメだ。一人でやるか。コツ、4% 神宮寺、まずはパワーヒッター取って、アーチストは置いとこう。広角打法は取るでしょ。一級入魂はブラッドでないはずだから、ここはちょっとコツをもらいに行こう。ブラッドの金徳があるのはなんだっけ、アーチストと安打製造機と内野安打王と伝説のさよなら男と、あとなんだっけなんかそこら辺がありましたよね。これまだ監督のさ魅力聞いてんの聞いてそうだな。まあここはコンピューターにお任せしましょう。いやバンプアヘをねはめるのが大変なんですよね、なかなかはまらないね。どっかでね爆発してくれればそれでいいんですけど、お、これは体力が回復できるやつだ。下で回復できるんだっけ、上でも回復するんだっけ忘れた、ちょっと見よう。これはまあ、どっちも変わんないか、上だと技術ももらえるんだね。やる気がないときは下、そうやって覚えとこう。これもう一回練習できるはずなんで、神宮寺君のコツもあるんでやろう。これはで強化で、強化って言ってもねまた技術を大量に奪うことになるからなで災害の通常イベント2回目もこれは体力を削られるはずなんで、これもさすがに3人いるけどやったら死ぬんで、ここ結局これ74185 37どう、
75 全然違うってわけでもないんだな、まあ、ちょっと他のも見ていきましょう、念のため。あー、精神がめちゃくちゃ稼げるな。どうするこれ、精神めちゃくちゃ稼ぐ、精神足んないよね、精神37でしょ。で、技術はどうせ余るから、こっちにしよう。メンタルでいこう、メンタルで。あー、これも。これがね、ちょっとめんどくさいんだよね、毎回毎回。適正診断的なやつ。まあ、夜型にしておいて、興奮するにしておいて、平気にしとこう。まあね、やる気はね、絶対下がるんで。で、特に誰もいないと。誰もいないから、デートをしておこう。まあ、次も特にいいのがなければ、レンチャンデートってもいいかな。まあね、タックのハマり方だよね。バンプはもう、それが全てだと思う。バットコントロールを身につける。ああ、これあれか。結局アベレージヒッターか。いまいちイベントの流れがわからん、佐久間くん。もう一回デートしとく。で、4回目と5回目がわりかし経験点もらえるんだっけ。いやー、5月6月でね、爆発してくんないかな。あ、もうここから経験点もらえるか。で、これも体力は回復できると。だろうじゃねえよ、まったく。この場合はこっちの方がいいよね。魅了。ミサちゃんの評価がさ、どんどん上がっていくけどさ、なんか意味あんのっていう。これはまあ打撃にしとくか。あ、それかワンタックだったらデートをするっていうのもありだったかもね。結局ここでなんかすげえいいの来たみたいなのには全然ならなかったから、もう吸血しとくか。おお、これはとりあえず体力がもったいなかったけど、まあ、マイナスに、ね、ならないだけでも全然マシなんで。で、ブラッドタックをやりつつダブルタックのコツがあると。佐久間くん内野安打、内野安打63か。これどう、まあいいや、一回コツをもらうか。でやっぱ技術なんだよね。A にしておく、とりあえず。精神が全然追いつかないな。やっぱり打球伸びとるか。伝説のさよなら男。あ、でもまだコツが来る可能性があるからね。精神は使わず技術ポイントを使いたい。刺激。さて、この刺激をうまく使いこなせるかな。この体力量であれば2ターンでもいいよ、2ターンでも。で、ミサちゃんのやつは
あんまり変えたくないんだよね。なので他の人でミサちゃんにしよう。さて誰がいる誰がいる、一人かー。一回デートをするか。刺激はちょっと取っておきたい。デートをしよう。体力が満タンだけど次の刺激にかけよう。最悪もう一回デートをしよう。二人、もう二人だったら使っちゃう。新島ちゃんと誰かっていうのはね微妙なんだよね。やっぱ新島ちゃんがちょっとタックが低いんで。あ、ちょっと待って、これでなんか属性が変わったら嫌だな。相談しよう相談しよう。ミサちゃんに相談すればとりあえず刺激にはなる。あと変わらないのは矢部くんに相談。ハイボールヒッターか。ハイボールヒッターはちょっとローボールヒッターとな勝ち合うからな。そうするとポイント的にミサちゃんにしよう。体力がなければね昨夜でよかったんだけど。どう？サイガかー。でもなこれ刺激になりそうだな。あくまでも確率だけど。練習しよう。刺激魅了魅了多くねえか本当に。いける。刺激いいねー。そろそろ吸血をしないといけない時期だからな。ハンターの道具みたいなやつ。あ、勝手に終わった一応見るだけ見よう。新島ちゃんだけか。新島ちゃんだけか。これデートは大丈夫だよね。デートはね大丈夫なはず。で次にかけよう。やっぱ新島ちゃん一人はねどうしてもタッグが低い。4人やりたいよ。4人、3人とかね固められれば、あと誰かがくっついてきてくれればそれで全然いいんだけど。よし、体力もマックスかなり掴んで。たださインコース掴んでなくないっていう。で誠心誠意頼み込む。何人いる何人。おお、いる。とりあえずもうこれは吸血して固めよう。最後の最後で爆発するかもしれん。よし、3人釘付けにしたでしょ。アーティストよかった、アーティスト取んなくてじゃあこれはもうさすがにいいでしょ。アーティストが94で取れるのはいいね。で技術マジ余ってんな。これ打球伸びさ、あ、さよなら男ももう取っちゃっていいね。打球伸び2回取っていいでしょ。もう内角質だ。これもさ、いっか、直撮りしよう打球伸びを直撮りしよう2回。よし、でそこからのもう200、300、350はないか。でそもそもねここで負けたら全てが終わるからな。まあ、打撃の場合はね全然自分で点を稼げるんでいいと思うんですけど、ただ能力上げてなかったな。パワーが全然ねえわ。え、これさ D にならなくね49足りない、筋力が足りない。アーティストと打球伸びでなんとか持ってくしかないな。お待たせいたしました。
やーアヘダきついな。これどういく？クレス行ったわ。ってすっげえ点取られてんな。シモンのあれか、炎上病か。シモンはねマジ炎上するからな。よし、立川も粘るね。あ、点は取っておきたい。とりあえず、まあ、予選だったらねパワー E でもなんとかホームランは狙えるんですけど、これがね甲子園まで行くとちょっとねきついんだよね。まあ3人か。ここで稼げるだけ稼ごう。この技術さ、でもどうすんのマジで、どうにもなんなくない？でも打球伸びも取ったからね。あと2ターンでしょ。でこれはもう使うよ、マックスパワードリンクで。佐久間くんって全部取ったっけ。内野安打、内野安打どうしたっけ。取ろうで、さすがにパワー C はな、最終的に C 欲しいよね。で、でも80は入るのか、まあ、80入ればいいか。もう一人寄ってこないね。もう新島ちゃんでもいいからさ、寄ってきてもらいたいもんだけど。サクッといきましょう。で、C にしよう。とりあえず C に置いとこう。走塁は D くらいまで持ってく。あとは筋力だね。走塁はもう D で終わりだな。2回の裏バンク攻撃に入ります。トップバッターは武部、見送ってボール、投げた、ボール、カウンター2ボール。高めに攻めてくるね。投げた、うおー大丈夫か、ちょっと振り遅れたけど。バンクリードで迎える4回です。ワンアウトランナー、リードで迎える6回。まあ須藤もね160キロあるとはいえ、直球ストライク、行っちゃった。伸びがね丸だからね。大西はね、アンドロメダ大西、街道持ちっていうところがねすげえ嫌なんですよね。マジで球が伸びてくるんですげえ打ちづらい。さてさてさて、じゃあこれがラストになるかな。うん、いいね。1,2,3,4、まあ、5人ハマるとめちゃくちゃでかいんだろうけど。これさ、ちょっと待って、技術カンストするわ。技術どうしよう、本当にどうしよう。なんか技術をめちゃくちゃ使う特殊能力、バント。バントとかマジで。ちょっと待ってよ、他に考えろ。精神はただね、あんまり使いたくないんだよ、精神は。で、精神を使わない。でもこれさ、筋力使うね。レーザービームとか、あ、守備職人。これはいいね。直取りしよう。あとは、いぶし銀とかもね、結局ね、精神もね、一緒に持ってかれるんで、ささやき破りとかね、技術使うのはいいんだけど、精神とセットになってんね。基本精神とセットになってんな。じゃあどうする、じゃあどうする、ミート OS にする。バント、マジでバントとか絶対いらないんだけど。早球、難しいね。対左か、1個は取っとこう。対左、じゃあ
で結局でもそうするとさ、ミート筋力上げらんないんだよね。いやマジでカンストするわ。ささやき破り取るか。精神を100使うけど高速チャージは外野だから意味ないし、連打も80か。ささやき破りを取ってラッキーボーイはどっちかっていうと精神をめちゃくちゃ使うから、とりあえず531なら、いくつになる？でさらにさ、鎌狩りのさポイントが手に入るんだよね。954、954大丈夫だな。いやマジ技術処理できねえわこれ。あ、ローボールヒッターありがとうございます。でもありがたいっちゃありがたいけどさ、いや無理だ。ミートとりあえずエースにしとく。いやもう精神が足りないよ精神が。じゃあまあ守備だな。精神がいけるところまで一等、守備 C か。で敏捷が足りないんだな。まあとりあえず上げられるだけ上げとくか。うおマジの技術甘いだよこれ。でこっからさらにさ吸血しないといけないんだよね。いやもうここでさ技術116とか手に入れてもさ処理できないんだけど、精神が69、ここだな。いやまあポイントはね確かに手に入るよ。ポイントはだやっぱりね技術余りになるっていうのはもう見えてはいたんだけど、ここまでか。最後のね爆発が効いたとはね、いえ一応ね見せ場はね作れたっちゃ作れたんでいいんですけど、ちょっと処理ができなかったね。これ打球伸びがさ実装されてなかったらさもう絶対無理でしょう。ノーアウトランナー一塁という場面で武部第2球、仙道とか連れてくればよかったかな。カウントは2ボールノーストライク。でローリング打法は直撮りするっていう、そういう方がいいな。ローリング打法で直撮りしようとするといくつ使うんだろう。バンプリードで迎える7回です。2アウトランナー1塁という打ちました。これはいい当たり。あとは甲子園で稼ぎ出したポイントと新島ちゃんの最後のエピローグポイントで、もうここは体力は精神で回復させよう。いやこれは無理だよ。精神で回復させよう。でもし最後にダブルタックとかが来れば精神もそれなりに稼げるから、よしサクッといこう。サクッと766とか無理だよ、本当に無理だよこれ。どうにもできないよ。対左敏捷40使うのか、直撮りするか。いや本当に処理できないわ。バント、マジでバントに走らないと無理だな。バント取るか。敏捷が足りないわ。とりあえず試合の経験点で敏捷を稼ごう。お待たせ。いくつか似て入れられてるね。バンク攻撃に入ります。先頭バッターは武部。これはもう行く、行ったか。バンク追う展開で迎える4回です。誰も塁に出てないね。ツーアウトランナーなしという場面で武部カットボール見送ってストライク。投球これから2球目。フォーク。第3球を投げた。危ない球。第4球を投げました。打ったこれだけ。入れば同点だ。同点か。もう1点入れられるね。4回の裏1点を追いかけます。誰も塁に出てくれない。トップバッターは武部。今日2打。もう孤独にソロホームランを打って点を稼ぐしかない。
いやー、塁に出てくれた変わってるピッチャーが、ちょっと待って、これは嫌だ。今日はソロホームラン3本も打っています。投げました、入ってくる、よーし、いった、バンク2回戦を見事突破。まったく、シモン君は、まあ、3点だったら合格点っていうところかな。でこれで敏捷ポイントがまた手に入ったから、ワンタックだけどコツが来てるね。メンタルだって13でしょ、これ12でしょ、だったら打撃やった方がいいよね。その前にマジでこれもう100にしよう、とりあえず弾道ただ精神50使うんだよね。早急、ちょっと待って、そもそも肩が全くないんだけど肩、もう無理だ、肩上げらんねえわ。でこれもちょっと補給も全然気にしてなかったわ。いやー、 E にならないね。しょうがない、とりあえず最後練習しとくか。で決勝戦のポイントとエピローグポイントで敏捷と精神がどこまで伸びるかだよな。で今の段階でどうなの、559だから、まあ、カンストすることはないよね、さすがに。だからあの刺激、ウハウハ刺激が2回来ると多分相当すごいことになるんだな。今回は1回だったけど。攻撃に入ります。この回の先頭バッターは武部。ただ2回来たところでさ、それこそ技術どうするのっていう話だよね。バンク、ここはなんとか追いつきたい。ノーアウトランナー1塁2塁という場面で武部。やっぱり2人とかで固めておいた方が良かったのかな。でダブルタックが来た時にもうやろうみたいな。1点を追いかけます。バンク攻撃に入ります。先頭バッターは竹部。スライダーか。投球これから2球目。これはボール。慎重に攻めてきます。カウントはワンボールワンストライクです。ストライク、際どいね。伸びのあるストレート、投げました。ストレートはボール。カウントツーボールツーストライクです。投げました、打ちました、うん、とりあえず粘ろう。第6球を投げた、打ちました、いい当たり。ちょっとだけ右にずれたか。一本はちょっとホームラン打っときたいな。ツーアウトランナー一塁という場面で竹部、今日はここまでまだアーサーが投げてるね。さあ次の投球、これがラストチャンスだ。よしよしよし、入った。バンク、ま、満点とはいかなくてもそれなりに入るでしょう。これは90で20ポイントもらって、ドラフトは2位か。まあしょうがないね。で新島ちゃんからもエピローグポイントをもらって、エピローグポイントをもらって技術をどうするか、もうずっと最後これしか言ってないよね。技術どうする、技術どうするって7900か。まあ出たね、経験点は確かに出たね。ちょ、処理できないけど処理できないけど、あ、それなりにでもあるか。いや無理だ、肩 D でいいわ。こいつはレフトに置いとこうで、いや絶対余るわ。やっぱバントか、もうバント取るしかない。チャンスメーカー60使うのか、精神だな。逆境とか掴んだら全てが終わるからな。レーザービーム、肩 D のくせにレーザービームにする。もうさ、いかに技術ポイントを処理するかっていうところだよね。
速攻技術を使わないのか、逆にもう技術と精神はマジセットだな。レーザービームをとりあえず取るか。いやだったらさ、肩 C にするよねっていう。で、早急。待って、パワーを上げられるな。 B にしとこう。で、あとはなるべく技術、連打とかを取った方がいいのかね。そうすると、あ、ローボルヒット取っとこう。連打とかは、うわ、技術が足りない。ローボールヒッターを取ったからだ。ちょっとローボールヒッターもったいないけど、連打の方がポイントを使うからね。盗塁アシスト。で、ゲッツー崩し。とにかく技術よ。とにかく技術。で、筋力は使ってっていうか、こっちの方が技術を使うね。ちょっとでも技術を減らす。251ポイントも余ったな。しょうがないよね、でも。でも意外にいったね、S4 か。まあ、さすがにね、7900点出てるからね。余ったとはいえ。というところで、まあ、最後にね、爆発しましたけど、やっぱりね、この技術の処理が、追いつかなかったですね。もう最後は本当、もう技術って、そればっかで申し訳なかったですけれども、まあ、一応ね、バンプ、はまれば強いかなっていうところが、見えてきたと思います。というところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。